どうも皆さんこんにちは、ワトソンでございます。それでは本日は今更解説するデッドバイデイライトサバイバー編ということで、初心者の方におすすめなサバイバーを紹介していきたいと思います。もし育てるキャラを迷っている方や購入しようか迷っている方はぜひ参考にしてみてください。第2回目の解説サバイバーはこちら、天民になります。天民は発電機を修理し、キラーの位置を把握し、そしてキラーから逃げるといった試合に勝利することに貢献するパークを持った非常にバランスの取れたキャラクターとなっております。それではまず一つ目のパークの紹介に参りましょう。一つ目のパークはこちら、テクニシャンになります。こちらは発電機を修理するときの発電機の音を減らし、さらに発電機のスキルチェック失敗時に確率で発電機が爆発するのを防ぐことができます。レベルが上昇するごとに発電機の音を減らす範囲を増していき、レベル1では0メートルですが、レベル2で4メートル、レベル3で8メートルまで減らすことができます。さらに、スキルチェックを失敗した際に起きる爆発も、レベル1で 30%、レベル2で 40%、レベル3で 50% の確率で防ぐことができます。パークの効果が発動するとこんな感じになります。こんな感じでパークが発動すると発電機が爆発しなくなります。このパークによって発電機の音を減らすことにより、キラーに発電機を直していると察知されにくくし、さらに修理に失敗しても気にせずに発電機を直すことができます。このテクニシャンのおすすめ度は星1つになります。スキルチェックが苦手な方や始めたばかりの方にはおすすめなのですが、このパークのためだけにパークを一枠使うのはもったいないと思いますので、慣れてきたら外すのがおすすめになります。続いて二つ目のパークに参りましょう。二つ目のパークはこちら、しなやかになります。こちらは障害物を走りながら乗り越えた際に3秒間移動速度が 150% になるパークとなっております。立った後は疲労状態という状態になってしまい、おそらくこのパークは使用不可になりますが、移動速度が上がることによってキラーに追いかけられている時に脅威を引き離すことができます。発動時はこんな感じになります。また疲労状態はパークのレベルが上昇することでその回復時間を減らすことができます。レベル1で60秒間、レベル2で50秒間、レベル3で40秒間に減らすことができます。ただ疲労状態は走っている時には回復しないので、もう一度使えるようになるには歩くかしゃがみ状態でしばらくいないといけません。このしなやかなおすすめ度は星4つになります。疲労状態というデメリットはあっても、移動速度が上がるのは効果としては強いので、ダッシュ系パークで迷っていたら装備してもいいというぐらいおすすめなパークになります。それでは最後のパークの紹介に参りましょう。最後のパークはこちら、警戒になります。このパークはキラーが倒れている板または発電機に対して破壊行動を取ることで、キラーの姿を確認することができるパークになります。キラーの姿を見ることができる時間はパークのレベルが上昇することに伸びていき、レベル1で3秒間、レベル2で4秒間、レベル3で5秒間見ることができます。こちらも発動するとこんな感じになります。先ほどのようにキラーは赤く強調表示されます。赤い行動をキラー側がするだけで位置を見ることができ、さらにパークの使用距離や再使用にかかる時間がないというところもこのパークの強い点となっております。この警戒のおすすめ度は星3つになります。デメリットなく位置を把握できるのはどんな時でも使えるので、比較的用のパークで迷っている方にはおすすめなパークになります。天民の総評といたしましては、有能なパークは揃っているんですが、パークの効果は基本自分にしか発揮することがないので、単独行動がおすすめなキャラクターとなっております。ただ、他のパークと組み合わせれば、その欠点は補うことができると思いますので、自分自身で良いと思う組み合わせを見つけてみてください。これで今回の解説は終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また後日別のサバイバーの解説やキラーの解説を上げていきますので、よかったら見ていってください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。またね。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。概要欄には Twitter のリンクも貼っておりますので、そちらもフォローしていただけると幸いです。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。